はい、お疲れ様です。では、今度は応用編を一つ一緒にやってみましょう。英雄のポーズというのを今からやってみます。普段ですね、皆さんがご存知のヨガでよく見るポーズで、このようなポーズとかこのようなポーズありますよね。ただこれはですね、非常に、膝や筋力を使います。ご高齢者の方や膝を痛めていらっしゃる方などは、こういった運動なかなか難しい場合もあると思います。そういった時に、効果を発揮するのが椅子を使ったチェアヨガということになります。では、椅子ですね。まず、椅子に座る位置ですけれども、先ほどはこの座面の半分のところに、座っていただきましたが、今度は縦に割っていただいて、縦半分のところに座っていただきます。この椅子の先端が、お尻の真ん中に来るようにしていただきますね。で、この状態ですとグラグラとしますので、しっかりと足をついて体を支えてください。で、少しちょっと自信がないなということは、こちらに、体を支えるために今はこうやって手をついていただいても結構です。こけないようにだけ注意をしてください。ではやっていきましょう。どのようにやるかと言いますと、横にまず椅子を持ってきます。で、椅子に縦半分のところですねに、腰掛けます。で、ここは先ほどの姿勢と少し異なって、ちょっとあの体を支えるように、あの少し持たれていただいても大丈夫です。で、今度は、今両足揃えていますけれども、右足をまずゆっくりと反らせて体の後ろに持ってきます。椅子の後ろに持ってきて、ここの裏ももたですね、が伸びるようにしましょう。で、この時にここ伸びてますけれども、体を支えているのは左足の方になると思います。ちょっと怖い方は手で支えながらこの姿勢をとってみてください。で、この時にしっかりと足の裏を伸ばすようにしましょう。で、次はこの状態で手です。手は、頭の上に手を揃えるようなこのようなポーズですね。できますでしょうか。で、足が伸びている状態でしっかりと両手を伸ばして頭の上まで持ってきましょう。ではこの状態で今度は呼吸をします。では息を吸いましょう。吸って1、2、3、吐いて1、2、3、吸って1、2、3、吐いて1、2、3、吸って1、2、3、吐いて1、2、3。はい、では今度はこの手をですね、左手を前、右手は後ろと、このように足と平行になるように並べていただいて、ピーンと伸ばします。はい、まあ、ちょっとヨガっぽいポーズですね。はい、ではこの状態で体勢をキープしましょう。では息を、この状態で吸いたいと思います。では吸って1、2、3、吐いて1、2、3、吸って1、2、3、吐いて1、2、3、最後吸って1、2、3、吐いて1、2、3。はい、お疲れ様でした。まず体を安定させるために、手で椅子を押さえていただいて、体を支えていただいてから足を戻すようにしましょう。では今右足伸ばしましたので、今度は左足を伸ばしましょう。では椅子の向きを変えてみます。はい、では今度は先ほどと逆方向に座っていただいて、手で支えて体ちゃんとねこけないようにしてください。そして今度は左足を後ろにゆっくりとずらします。
して、この時も姿勢ですね、姿勢はできるだけちょっと胸を張って正しい姿勢を保ちましょう。そして、先ほどと同じようにこの体勢ができましたら両手を真上の方に上げていきます。はい、で上でパッチンですね。はい、ではこの状態で息を吸いましょう。吸って1、2、3、吐いて1、2、3、吸って1、2、3、吐いて1、2、3、最後吸って1、2、3、吐いて1、2、3。ありがとうございます。では先ほどと同じようにこの手を今度は横にスライドします。ぐーっとですね。はい、今度は右手前にして、左手が後ろです。この状態でキープをします。ちょっと辛いですけどね、頑張りましょう。はい、そして前を見た状態で息を吸います。息を吸って1、2、3、吐いて1、2、3、吸って1、2、3、吐いて1、2、3、吸って1、2、3、吐いて1、2、3。はい、お疲れ様でした。では手を椅子に置いて体を支えた状態で足をゆっくりと戻しましょう。はい、これで左右の足、伸ばせました。足以外の筋肉のところがですね、今、伸びたり、使ったりしていますので、はい、ちょっとお疲れになったかもしれませんが、はい、お疲れ様でした。これで英雄のポーズは完了です。